じゃあバックを取られた状態から、木村いきます。まず、こっちの腕を取るときには反対側の手で親指を入れて、そして 手首を押し出すように出して、そしてこっちの上からの手を下から入れてやってみます。でこっちを取ったらこの親指も出してしっかり全力で切ります。で切ったらちょっと回してって、相手が上に乗せて最後ぐらいで切れます。